はい、皆様大変長らくお待たせをいたしました。本日はご来場いただき誠にありがとうございます。お待たせをいたしました。ただいまから第18回武蔵野政治塾大石芳乃さんを講師にお迎えし、戦争の傷跡を開会いたします。本日司会を務めますのは武蔵野政治塾運営委員の松下玲子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。さて、本日の講師は写真家の大石芳乃さんでございます。大石芳乃さんは約半世紀にわたり世界の戦争、紛争のドキュメンタリー写真を撮ってこられました。取材はナチスによる虐殺、広島、長崎の被爆、沖縄、コリアン、従軍慰安婦、カンボジアの虐殺、コソボ紛争など多岐にわたり戦争の悲劇、被害者の実態を撮影し続けていらっしゃいます。その写真は高い評価を受け、土門憲章など数々の賞を受賞されております。戦争の傷跡にレンズを向け、真実を映し出す、その作品群は、戦争は終わっても終わらないという強いメッセージを私たちに届けてくださいます。今回の武蔵野政治塾では厳選したお写真に1枚ずつ解説を入れながら、戦争とは何か、平和とは何かについてご講演をいただきたいと思います。それでは、大石芳乃さん、どうぞよろしくお願いいたします。皆様こんにちは。こんにちは。座ったままで失礼します。今風が流行ってるようで、私3日ぐらい前から喉がおかしくてガラガラ声になっていますけれど、申し訳ありません。よろしくお願いします。今松下さんからご紹介いただきました通り、私は長いこと戦争の傷跡が中心になって仕事をしています。それはなぜかって言いますと、私が若い頃に東南アジアの方に行きました。その時に、日本はもう本当に、どんどん高度成長期に入っていたんですけれども、東南アジアの方の人たちが親しくなったら、なんだか私に、親しくなったからでしょうけれど、日本軍に自分たちの村人や親戚が虐殺されたということを話しました。で、私はその話に大変驚いて、で、日本の兵隊が赤紙一枚でとても辛い目にあった、そして私の友達は父親を失ったというようなことはよく分かっていたんですけれども、日本軍に村人、子どもも殺されたという話はあまり、多少は知ってましたけど、あまり具体的には知りませんでした。それで大変驚いて、それ以降戦争というのがとても気になりました。というのは、日本はもう戦争終わって前へ前へと高度成長という感じで向いていた時に、片や戦争の傷がまだまだ心の中に残っていて、なかなかそこから立ち上がれないという人たちがたくさんいるんだっていうことを思い知らされたわけですね。で、私は当時、50年も前に社会人になりましたので、50年近く前に社会人になりましたので、当時は写真といっても女性がどっかに就職できるっていう感じではなく、新聞社も雑誌社もいろんなところが男性のみっていう感じでしたので、仕方なくフリーランスになりました。以降もずっとフリーランスで来てるんですけれども、そのためにいろんな仕事をしなければなりませんでした。だから写真のいろんな仕事ですね、雑誌の、グラビアの仕事とか、広告系の仕事とか、そんなこともやりながら、私が
とても取材したいと思っている地域に、行ったと。それが、40年以上続いてるっていう、それのが、今日の写真の中に現れているかと思うんですね。で、ここにいらっしゃる方はもう皆さん私とあまり年齢も変わらないようですから、もう細かい説明はいらないと思うんですけれども、これから見ていただく写真は、時代は昔です。例えばベトナム戦争とかカンボジアのポルポット政権の大虐殺とかいろいろ出てきます。でもそれは昔、もう現代史になったかもしれないというものではない。今も引き続きそうした子どもたちが辛い思いをして大人になってるかもしれないけれども、辛い思いをして、新たな犠牲者もまた生まれつつあるウクライナだけではなくですね、そういう21世紀を迎えてるっていうことを、何かこう非常に重く感じております。で、私は戦争反対です。で、なぜ戦争反対かといえば、戦争というのは始まるときはとても国家の利益で簡単に始まりますけれども、一人一人の中にいつまでもいつまでも重たい気持ちが残る。そして死ぬまでその傷は消え去ることがない。だから戦争はいけないんだという、これが私の人間に対する、人間が起こす戦争のおぞましさだというふうにも思って、ずっと続けてきましたし、これからも続けていこうと思っています。もちろん戦場、兵士同士が戦っている写真も大事ですけれど、それは体力不足で撮れてませんけれど、そういうわけで私の写真には人々が出てきます。で、その子どもとかお年寄りとか女性とか一人一人の人々が出てきますので、どうぞその人たちが何を伝えようとしているかということを心を重ねて考えていただけたら嬉しいなというふうに思っております。では、スライドを始めたいと思いますので、暗くしていただきましょうか。これかな。戦火の傷跡という、傷跡と読みます、戦火の傷跡というタイトルの写真で、これは先ほど松下さんからご紹介いただいたように、たくさんの中のごく一部です。ですけど、そこから想像力を膨らませていただいて、皆様のお力によっていろんなことを汲み取ってください。ベトナムはベトナム戦争がありました。1975年に終わりました。これはアメリカ軍が空爆で落とした爆弾です。その後に水が溜まって池になっている状態です。で、私が初めてこのハノイの郊外の飛行機でこう着陸する寸前なんですけれども、こんなに池が多いのかなと最初思ったんですけど、実は違いました。そしてこれはアメリカ軍が朝礼で並んでいた小学生たちに、ナパーム弾を落としました。で、ほとんど全員が亡くなりましたけれども、彼とチョイ君っていうんですけど、彼と数人が生き残りました。でもこのような状態です。これはアメリカ軍が散布した枯葉剤の跡地です。で、ここは元森でした。で、森ということはジャングルですから、象とかヒョウとか大蛇とか、
いろんな野生動物がいたんですが、それどれもみんな死に絶えたりしました。そしてこれは散布してからではなく、戦争が終わってから10年後に撮った写真ですけれども、草もほとんど生えません。で、村人が言うには、植林してもなかなか生えないと、それだけ、枯葉剤ダイオキシンが残ってるんだということでした。で、この1本だけ立ってる木、これが私は撮影するときにとても象徴的な感じがしました。この全部なくなってない、自分がこう何かこうみんなに後世の人に伝えたいと思ってるというような感じに今見えた写真です。これは1988年に撮ったものですね。生まれながらにして障害を持ったトゥーさんという13歳の少女です。もう本当に14歳ですね、もう知能もやられ、身長も 3歳ぐらいの。そしてこれはベトちゃん、ドクちゃん、有名なやはり体内でこのような障害を受けて生まれてきました。で、後ろに立っているのがベトさん、ドクさんです。で、手前で寝ているのがベトさんです。で、私はさっきの写真からずっと撮ってるんですけれども、今日は、飛んでここへ行きます。で、なぜ2人になったかというと、ベトさんが重い脳障害を受けました。で、日本のドクターの協力もあって、2人を分離手術したわけです。で、2人は一人一人になりました。で、ドクさん結婚しました。で、2人の子供に恵まれました。で、結婚した時に実はベトさんが亡くなってしまったんですね。まるでこのドクさんを見届けるようにして亡くなったというのがとても印象的でした。これも枯葉剤ダイオキシンの障害を受けた人です。で、実は3世代です。両隣がおじいさんおばあさんで、森の中でアメリカ軍と戦っていて、枯葉剤ダイオキシンを散布されて、その時はもう霧のようなものが降ってきて気持ちが悪くなってとてもつらかったと言っていました。で、その後生まれた子どもたちが後ろにずらっといます。で、おばあさんの隣にいる人が娘ですけれども、その娘さんがから生まれた子がこの2人です。おばあさんのおじいさんおばあさんの孫になります。で、症状はみんな同じで、ダイオキシンはこの遺伝子を壊されますから、その壊された遺伝子によって症状がこのように同じような症状が出るケースが多いんですね。おじさん、ラオスに行く前にベトナムのお話なんですけれども、枯葉剤を取ってこられたのか、少しそのあたりのご苦労も伺いたいんですけれども、実際にはアプローチしてから写真を撮らせていただくまでっていうのはなかなか大変だったんじゃないかなと思うんですが。そうですね、どういう人たちもそうなんですけれども、よくお話を聞いて、お父さんお母さんにですね、よくお話を聞いて、そして、少しコミュニケーションを取って仲良くなって、で、枯葉剤ダイオキシンについての知識ということを知らない人も中には少ないですけどいますね。そういう人たちともコミュニケーションを取って、何らかの精神的な
ものも、それから例えばとても貧しくてお米がない買えない、ベトナムはお米が主食ですので、まあ、そう市場でお米を買ってきてちょっと後でプレゼントしたりとか、そういうこともまあしながら、ちょっとまあそれはいいことかどうか分かりませんけれども、取材者は取材に徹するのが本当は大事なことかもしれないんですけど、まあちょっと仲良くなるとどうしてもなんか援助したくなって、そんなことで援助したりしましたね。そういうのでつながっていったっていう感じです。ラオスです。ラオスはベトナム戦争、アメリカはベトナム戦争、ベトナム戦争はあったけれども、ラオスの戦争はなかったと言いますけれども、実際はラオスの人たちは、アメリカと戦った戦争と言います。抗米戦争というふうに言ってます。でここにあるのは、ラオスもまた、お米の民族ですけれども、もち米ですね、水田ではないんですけど、で、もち米の田んぼに、実はこのクラスター爆弾です。今ウクライナで話題になっているアメリカ軍が、これアメリカ軍のクラスター爆弾です。アメリカ軍がまたウクライナにクラスター爆弾を援助したっていうので、非常に、不愉快な思いを大勢の人がしてると思うんですけど、これは空爆でクラスター爆弾を落としたのは73年までですね。ところ戦争は75年に終わりましたけれども、73年までですが、こういう不発弾が今も残ってるんです。でこれを撮影したのは何年だったかな、最近ではないんですけれども、今でも2005年です。でも18年ぐらい前ですけれども、今でもまだクラスター爆弾は残ってます。でなんでこんな風になってるかっていうと、クラスター爆弾っていうのは地雷化するんですね。でその時の爆弾は非常に、爆発して殺傷するんですけれども、後の爆弾が実はこのように地雷化していつまでも残り続ける。そうするともう30年経ってもまだ残ってる、で今もう40年経ってもまだ残ってるっていうことになります。それでこれはクラスター爆弾というのは回転数で爆発することが設計されてますから、その回転数が例えばですけど88回で爆発するようになっていたとしたら、したとするクラスター爆弾だったとして、でこれが88回だったとして87回で落ちたとすると、ちょっと触っただけで爆発するんですね。でラオスのこの UXO という、まあ、処理隊がいるんですけれども、その処理隊には自衛隊の OB も援助してますけれど、その処理隊が行ってこの爆発見つけたところで爆発しなければいけない、もうちょっと触っただけで爆発する可能性があるという、もちろん10回ぐらい間があれば、まあ、キャッチボールぐらいできるんですけれども、まあ、そのような特徴を持っています。でこれはクラスター爆弾で怪我をしたスーユータン君っていう6歳の男の子です。後ろはお母さんで、彼はおじいさんと畑に行きました。でおじいさんが畑に桑を入れた途端に爆発して、おじいさんは即死で、彼は大怪我をしました。でこの、彼女は13歳の、インサイさんという人ですけれども、クラスター爆弾で病院に運ばれてきたばかりのところの写真です。でこういう怪我人がもう非常に多いんですね。で30年前、私が取材した時に30年前ですから、お母さんもお父さんもあまり知らないんですね。だから知らない、自分が知らない戦争を子供が、
やられてしまっているという、もうそういうのがもう今度機会があったらまた皆さんにお目にかけたいぐらい、もうそういう人たちのいろんなドラマが実はあります。でこれがクラスター爆弾です。でこれはですね、道に落ちてました、道の端に。で私が蹴飛ばしそうになった爆弾なんです。これはちょっと話長くなって恐縮なんですけど、道を歩いていましたら私の足がふと止まりました。で自分で止めようと思ったのでもなくふと止まったんですね。で何気なく下を見たら松葉の、これは私が松葉を覗いてから撮影したものですけど、周りにあるような松葉が上にかぶっていて、そして30年以上経ってますから土の色とクラスター爆弾が一緒になっているのであまりよく分からなかったんですけれども、何か変だと、どっかこう神様が言ってるようなそう思わず足が止まって踏んでいたら爆発した可能性もあるということですよね。だから本当にね、見たら2センチぐらい、靴の先から2センチぐらいのところで止まってたんですね。だからまあまたいでたらよかったんですけど、踏んでたらもうとんでもないことになっていただろうと。で私はなんて運がいいんだろうと、これはもっと取材を続けなさいと言われてるんだなというふうにまあ思った次第です。これが大きさとしてはテニスボールより少し小さいぐらいですね。いろんな形があります。ろうそくの形とか、さまざまなクラスター爆弾あります。カンボジアです。でカンボジアも実は、アメリカ軍の爆撃を受けました。カンボジア戦争というのがありました。だからアメリカ軍はベトナム戦争、カンボジア戦争というのはペンタゴンが記録をしているということです。それをひっくるめてインドシナ戦争と言ってますけれども、しかしカンボジアの問題はカンボジア戦争が終わった直後からの問題です。これはアンコールワット、東南アジアで一番大きな、遺跡ですね、寺院です。で12世紀にできてますから、平安時代でしょうかね。で手前はの池は聖地の池ですけど、そこで子どもたち、村近くの村の子どもたちが水浴びしていました。この少女、彼女はご覧のようにたった今地獄から戻ってきたという顔をしてますけど、ポルポット時代を生き延びた少女です。そしてポルポット時代には200万とも300万とも言われる人たちが殺されました。でこのポルポット時代について、ミンシュカンプチアっていうんですけれど、について詳しく説明してると時間がなくなりますので、とにかく大量虐殺がありました。でこれはポル・ポット政権によって自国民が2つに分かれて、新人民と旧人民に分かれました。そして旧人民の人はポル・ポット派、新人民の人は敵ということで、中国の文革と一緒なんですけれど、そういうような歳月が4年間ありました。で終わったわけです。この女性は夫と子供をポルポット政権の幹部に殺されました。でその殺された時よ、ポルポット時代になってから殺された時の様子、そして今の気持ちなどを話してくれたんですね。これは日本語で言うゲリラ豪雨ですけど、向こうではスコールって言います。雨季と寒季があって、雨季のスコールです。ざーっと降ってカラッと
太陽が出てくるっていうので、まあ、みんな濡れても私もみんな濡れても別に何ともない、すぐ太陽が乾かしてくれるっていう感じなんですけれども、まあ、そこをこの男の子がスコールの中をこのようになんていうかたくましくって言っていいかどうかわからないけれども、歩いている姿を見て、私はカンボジアはもう壊れてしまうんじゃないかと、もうあまりにも大勢の人が殺されて、それで先ほどお目にかけたような虐殺現場っていうのが全土にありまして、もう次から次へと白骨遺体が出てきて、まあ、その人々はもう本当に疲弊しきってるっていう状態でしたので、もうこれはおそらく壊れてしまうなって、心配だなって、まあ、そんなふうに思っていたんですけど、この男の子の姿を見て、あ、大丈夫だ、カンボジアはやっていけるぞっていうふうにね、まあ、思ったんですね。今の虐殺現場の先ほどの写真では、うん、頭蓋骨がもう無造作に置いてあったのは、うん、あそこは虐殺現場のお写真 で、 そうです。遺骨収集などは全くされずにそのまま野ざらしにされているということですか？ね、あれは80年から83年4年5年あたりは状態だったんですね。で最近は収集されて、仏教、上座部仏教徒の国ですから、この祠を作って、頭蓋骨をお祭りして、そこに村人がお線香をあげたりし、お花をあげたりしてお祈りしてます。だから今のカンボジアはそういうものを野ざらしにしてるっていうことはないし、同時に、まあ、この間選挙があって、総選挙があって、皆さん報道とかでご覧になっていると思うけれども、もうカンボジアはすっかり落ち着く、この政治とか社会の状況はいろいろありますけれども、まあ一応他の東南アジアの国と同じように発展しました。でもこんな感じだったんですね、かつては。大井さんが取材をされた1980年から、そうですね、まあ取材はずっとしてるんですけど、はい、こういう状態、この鬱陶しい表情の顔、それから旧人民と新人民がに分かれて、そのなんかお互いになんとなく辛いっていうような感じは、そうですね、7、8年は少なくてもありましたね。これはチラシにあった絵で、子どもが描いたもので、アメリカ軍に爆撃されて恐れているところの子どもの絵です。で、これは爆撃された、この広くなってますけど、そこは住宅があったところですね。アメリカ軍は誤爆って言って、ミスボンビングって言ってますけど、そこにまあ近所の子どもがなんとなく来ていたという感じのところを写真撮りました。これは兄弟です。で、野生のチューリップを持っています。で、後ろの方にあるのがロシアじゃないソ連が、1979年から89年まで10年間爆撃、ここに隣人を助けるっていう理由で攻撃してきましたね。で、10年間戦争になった時に壊された家です。で、この家というのは遠くから見たらなんかお城が向こうの方にあるように見える、遺跡かかなっていう感じがあるんですけれども、実はこれ塀なんですね。で、中はこれ皆さん後ろの方を見て分かるようにとても広いんですよ。で、親族がだいたい一緒に住んでるんですね。で、この塀の中に何軒もの家があって、そして一緒に暮らしてる。だから爆撃すると塀は残る、これもそうですね、塀だけが遠くの方に残ってる、そういう姿ですね。
これはカブールです。でこんなに壊されたカブール首都というのを見たのは、私はあちこち取材してますけど、首都がこんなに壊されてるっていうことにも大変驚いたんですね。今アフガニスタンもひどくなってますね。女性がとても虐げられていて、タリバンの政権になってアメリカ軍のような大きな爆撃はなくなったんですけれども、とても女性が苦しんでるっていう状態になってます。アフリカです。で南スーダンとスーダンって書きました。南スーダンというのは最近独立しました。で スーダンというのはダルフールというのは首都の大きな大きな国ですね。でスーダンから南スーダンは独立したわけです。でこれは内戦で壊れた車がありました。南スーダンです。でこれも南スーダンで両親を失って不老人になった子供です。靴磨きをしていました。これはダルフールの難民です。ダルフールというのは何百万人もが難民になったり、100万人以上が殺されたりというふうに言われています。で私はダルフールに取材に行きたいと思って何度も何度も申し込んだんですけれども、決して許されませんでした。もう今は行かれるかもしれませんけれども、今ハルツームの政権も変わってダルフールは少し落ち着いてきているというふうに伝えられています。靴磨きの男の子の写真、これは女の子です。この前ですね、この前の靴磨きの男の子の写真は、この私の心のレンズの中でも、大石さん、こちらは57ページかな。すごく社会ばかりか世界を拒絶するように私が構えたカメラのレンズ、矢でいるような眼差しを向けた。社会を、すべての大人を許さないと怒りの炎を燃やし心で叫びながらも、というこのあたりがとても私は本を読んでも印象的だったんですけれども、実際に直面をして写真を撮らせていただいたとき、こういった心境だったんでしょうか。そうですね。でこのあと実はこの子にいろいろと話を聞きたくて話しかけた、もちろん通訳付きですけど話しかけたんですが、どこからともなく大人がやってきて彼を追い出したんですね。私から引き離したんですね。でそれはその大人は誰かというと、この不老児たちを束ねている、でだから売り上げを吸い取ってる人ですね。生活を、その両親を戦争で亡くして生活を面倒見てもらう代わりに働かされてるっていうことですか。そうです。まあもちろん働かなければ、彼は生きていけないわけですけれども、その働き口を、靴磨きというのをもらったんですけれども、それはこのその大人によって束ねられている、管理されている。この本には当時10歳と書いてあります。10歳といえば小学生ですね。そうですよね。すごくこの本の中でもこの子の写真と大石さんのこの子に会った時の心の声というのがすごく私は印象的だったので、 ありがとうございます。でここから78年前に終わった戦争についてお話します。78年前ですから、まあここに写ってる方は皆さんおじいさんおばあさんです。でも今の子どもたちと同じように当時は子どもだった、あるいはまあ10代の青春を謳歌していた人たちだったというふうに言っていいかと思います。ドイツのナチスです。これがアウシュビッツの中のビルケナウの有名な死の門ですね。ヨーロッパ中から、貨車で運ばれてきた、囚人が、ここに、囚人って普通の人ですね、主にユダヤ人です。
でその、ヒトラーの政策に反対する人たち、反ナチスの人たちはその貨車に乗せられました。でここに送られてきました。でここで、ここが終点で、ここでガス室にすぐ送る人と、それから労働に、労働に使う人に分けました。でここですぐの運命が決まったわけですね。これは冬です。で雪です。で私が最初に行ったのは夏でした。でその時に囚人にさせられていた人に冬の話を聞いたんです。冷夏、まあ、今はちょっと温暖化ですけれども、冷夏30度40度になると。だからもう朝起きるとその囚人の小屋でこの本当に亡くなっている方がとても多いと。で亡くなるとその人の囚人服を急いで取って、そして自分のものにしてしまうと。そうしないと自分は生きていかれなかったという話を生き残った元囚人の人から聞いたんですね。それで私はその話を夏に聞いたんですけれども、もうそれはぜひ冬に行ってみたいと思って、私は冬に行きました。もう本当にデジタルの時代ではなかったので、私はまあフィルムが主だ、今もフィルムが主なんですけど、フィルムがこうパチッと割れてしまうぐらい凍って、一回シャッターを切ると懐の中に入れて温めて、それからもう一回シャッターを切るっていうぐらい凍ってました。これはマイダネックで、アウシュビッツとまた違うところですけど、これガス室です。でこのガス室はチクロン B というガスで人々を殺しました。でこのモヤモヤモヤというのは、これは全部そのガスですね。で今でも残っています。で真ん中に空いている白い点、あれはSS マン、その親衛隊ですね、ドイツ親衛隊がそこから覗いて、覗き穴ですね、中の人はどうなったか、まだ生きているのか、もう死に絶えたかということを、覗き穴で、確かめて、みんな倒れていたらドアを開けて焼いたわけですね。これはこれもマイダネックっていうところのものです、人の肺と骨です。こんなに積んである。後ろに見物の人が来てましたので、大きさを比較するために入れて撮りました。アウシュビッツにこのなんていうか、このガス室はないんですね。でしかしある、もちろんあったんです。ただドイツ軍が、ナチスが撤退するときに全部ダイナマイトで爆発していったために、これはないんですけど、似たようなものがあったというふうに聞いています。このスタシャックさんという人は、この方はユダヤ人です。で当時の話をしてくれているところです。当時の話をするとですね、昔に戻ってちょっと人相が変わってしまうんですね。スタシャック・レオンさんかなって思うような顔になっていくんですけれども、普段はもっとニコニコしている方です。この人は、ヘレナさんという人ですけど、10歳の時に、捕まって、そして、ドイツに、ドイツ人にさせられるためにドイツに送られて、ドイツの家庭に、の養女になったわけですね。ところがそこで何をしたかっていうと、もう駒使い、ひどい駒使いをさせられたと
いうことで、この話を私はナチスの時にこの取材でポーランドで聞いていたので、今ウクライナで大勢の子どもたちが連れ去られて、ロシアに連れてかれてるの、何万人もシベリアの方にまで連れてかれてるっていうのを聞いて、もう本当にナチスと同じことをプーチンはやっているんだなということを思うんですよね。プーチンさんはなんかウクライナのことをナチナチって言ってますけど、なんか自分が一番なんかナチに近いことをやってるっていうことを、まあ、この写真を見るたびに私はヘレナさんがもうちょっと最近会ってませんので、もう多分お亡くなりになってるぐらいの、1932年に生まれてる方ですからお亡くなりになってるかもしれないと思うんですけれど、まあ、生きておられたらもうなんていうかおっしゃるかなというふうに時々思い出します。これは腕に番号があります。それから手元にあるのは写真です。でこの写真はナチスがアウシュビッツに入れた時に撮った写真ですね。誰にでも、大体誰にでもこれがあるんですけれども、その写真です。で腕の番号は自己番号ですね、マイナンバーですね。英語で言えば、日本語で言えば自己番号、彼らにとっては囚人番号ですね。で韓国と中国の中の、実は731って書いてあるのは、ピンファンの方で、石井四郎がトップになって、いました。その写真なんですけれども、まず韓国も、いろんな写真あるんですけれども、今日はコリアン従軍慰安婦の写真を皆さんにちょっと見にかけたいと思います。彼女は14歳でした。でお母さんと、綿花の畑にいて、そして仕事をしてたらそこに、日本ジープで日本軍の関係者と、それから、韓国人が来て、コリアンの人が来て、娘狩りをしていったわけです。でお母さんが娘の代わりに私を連れてってくれというふうに言ったんですけど、でその兵隊、日本の兵隊の足にしがみついて、娘の代わりに私を連れてってって叫んだけれども、娘は連れて行かれました。そして、まあ、彼女は戻ってきたんですけど、お母さんは亡くなっていて、でお兄さんは満州に兵隊で連れて行かれて戦死していたということで、一人ぼっちになってしまいました。で彼女は、女学生でした。13歳です。で13歳で日本の、教師、日本人の教師から、昔は日本語学校ですからね、名前も日本の名前ですから、まあ、彼女は日本語で教育を受けていまして、そして日本の教師でした。その教師からなんていうか、働き労働に行って、女子挺身隊っていうんですかね、そういうのに行って働い仕事をしてくれないかというふうに言われて、全部で150人の人が集められて、そして船に乗って着いたのが下関だったそうです。で彼女は下関でなんかから、富山の方へ、の工場へ一旦連れて行かれたそうですけど、とにかくお腹が空いて毎日毎日辛くてたまらなくて、そしてお腹が空くから友達と二人で逃走したそうなんですね。ただ捕まって戻されて、
でもまだお腹が空いたから、またその友達とまた逃げたら、また捕まって、今度は慰安所に、軍の慰安所に送られたということなんですね。だから13歳で捕まってるわけですから、14歳か13歳かの、まあ、本当にまだ子供だったわけですね。でこれは首から背中、肩にこう手の写真で、遠くの方にはちょっと見にくいかもしれませんけど、学校で刺繍が彼女は得意でした。それで日本地図を描きな、刺繍しなさいと、教師、もちろん日本人の教師に言われて、でその刺繍を、やりました。そして日本地図の周りに、ムクゲの花でこう飾ったんですね。そしたら教師から、教師とそれから軍人から、その地図を見て、お前は何だと、日本の花は桜だろうと、あるいは菊だろうと、なんで韓国の花かね、コリアンの花のムクゲをで飾るんだと、お前は大変なやつだということで拷問を受けました。で焼きごてでこの体中をやられて、でまあこれはもう何十年も経ってるから小さくなってますけど、そしてもう二度と刺繍ができないようにっていうんで、爪に焼きごてを差し込まれたというので、まあ爪が真っ黒になっています。でこれを撮影したのはもう92年ですね。ですからもうだいぶ時間が経ってるので、まあ、傷は小さくなってるんですけど、記憶は決して小さくなってないということになります。だから それだけではなくて、その後、彼女が、失神し、まあ、あまりの痛さに失神したら、その失神したまま釜山から、船に乗せられて、日本軍の慰安婦にさせられたということでした。だからこの3人はもっと大勢いたんですけれど、少なくてもこの3人は、まだ10代の半ばで慰安婦にさせられたと、軍のですね、軍の慰安婦にさせられたという、そういう証言のもとに写真を撮りました。中国に渡った日本人はたくさんおりましたけど、残留孤児は手厚くもてなされましたけど、残留婦人はもう本当に捨てられたのと同然の扱いをされましたね。これはまだハルピンにいる、帰ることもできない慰安婦ではない、残留婦人です。この人は中国人です。で731のことをさっきちょっと言いましたが、731というのはマルタって皆さん聞いて知ってる方もいらっしゃるかもしれませんけど、それを運んでるのを見てしまったという人です。本当は見たら処刑されるんですけど、彼は窓の中から見て、そして見つかりませんでした。これが731が建てた給油塔です。でナチスと同じように撤退するときに爆破していったんですけど、給油塔の一部だけが残ったんですね。だからこっち側の方はずっと建物があったわけです。これは冷凍庫です。冷凍というのは実験をしたところです。でここに釘があります。とっても大きな太い釘ですけど、この釘に動物とか人間とかぶる下げて冷凍実験をしました。
これが石井四郎たちが科学者たちですね。この日本軍のほとんどが科学者です。医師たちですね。で石井四郎もそうですね。でその実験道具でこれでさまざまな実験をしました、でペストの実験もして、たくさんのネズミを飼ったりもしていました。ですから日本軍が敗退した時にネズミが逃げて、で村中近くにあった村はペストが大流行りしたということでした。この731部隊の丸太を見た、丸太というのは人体実験、実験材料にされた人々ですよね、それを見た人は生きて帰れなかったけど、あの方は生きていたっていうのは何か理由はお話になってました、そうだから彼は捕まらなかったわけですね、窓の中に隠れていて、でカーテンの隙間から見たということで、もちろんそれが分かったらもう処刑ですね。丸太というのは死体にもうすでになっているのか、生きていたまま人体実験に、それは様々ですね。様々ですかね、多分それは読んだ本によりなんですけど、彼から聞いただけではなく、本によりますとね、生きたままもたくさんありましたね、それからナチスもアウシュビッツで人体実験をたくさんしましたけれども、日本軍もここでたくさんの人体実験をしたんですね。恐ろしいですね。ですね。で日本の広島です。広島って言っても広島県の、ここは大久野島、瀬戸内海にある小さな島です。前はいろんな人が住んでたんですけれども、日本軍によって、住民は追い出されて、そしてここに毒ガスの、工場が作られました。でこの毒ガスの工場で作ったものを、これは倉庫ですね。でここから実はさっきお目にかけた、中国の方に毒ガスを送ったりしたわけですね。中国の報道で今でもなんか地中から毒ガスが出てきたなんていうのをね、ニュースで聞いたことありますよね。でおそらくここ大久野島では 70% ぐらいの毒ガスを作ってたので、それかどうかは分かりませんけど、おそらくそれだろう、日本軍の毒ガスであることは確かなんですね。でこれもさっきのチクロン B と同じように、毒ガスの影響だろうと言われている倉庫の壁です。そしてこの人はここで全然知らないで工場の労働者になりました。募集したんですね、軍は。校長先生の給料の2倍を出すから、来てくれと。でみんなもう喜んで行ったらしいんです。で彼も行きました。ヨフネさんっていう人ですけど、行きました。1913年生まれの人です。で後ろにいる方は生竹先生って言って、お医者さんなんですが、この毒ガスでやられた人たちの治療をずっとやってきて、カルテが4200人分あると。それほどひどい大勢の人たちが戦後ずっとヨフネさんのように入退院を繰り返しながら、その毒ガスやられた労働者としてやられた毒ガスと戦っていたと、死ぬまでということになりますね。で広島市です。広島市は原爆を落とされました。8月6日です。でこれは清水鶴子さんという人の手ですけれども、全身大やけどをして、
整形の手術をしてもらうのに1ヶ月半かかってとてもつらかったと。でその、これはあの指ですが10本の指のうち5本はもうとうとう治らなかったと。でなんかこう和裁をしてますけど、あの彼女は昔から戦争この落とされる前から和裁があので奇跡を立てていたんですね。でこの怪我が治ってある程度動かせるようになってから近所の人の和裁は着物を縫うように縫いながら生計を立てたということでした。これが清水鶴子さんです。で私にとってはあの広島の本当にお母さんで、あの清水鶴子さんの前はなかなか広島の被爆者の写真が、まあ、撮ってたんですけど思い切ってこう勇気を持って撮れなかったんですが、まあ、鶴子さんにいろいろとあの背中を押していただいて、まあ、それがあのずっと広島の写真を今日まで撮れるきっかけになって、私はもう本当に広島のお母さんというふうにしてあの仲良くさせていただいてました。で山岡美智子さんっていうあのアメリカが原爆を止めて、まあ、何人か10人近くアメリカに呼んであの整形手術をしました。その中の一人です。で高知雅子さんって後ろ原爆ドームですけど、原爆ドームの前に立ってもらったのではなく、ここに彼女の家があったんですね実は。で彼女はたまたまその時おばあさんの家に行ってました。でおばあさんの家は爆心地から 1.5 キロのところにあったんですね。だからまあ被爆はしたんですけど、なんか中心の方がひどいことになったみたいだっていうので、彼女は防空頭巾をかぶってあの出てきました。そしてここは爆心地から300メートルのところに彼女の家があったわけです。だから家はもちろんなく、そこにいた お父さんお母さんお姉さんは炭状になっていました。それで彼女は大変ショックを受けて、あの1929年生まれの人ですけれど大変ショックを受けて、であの防空頭巾に骨を集めて、そして自分はもう生きていけないと思って川まで、川っていうの後ろにもちょっと川がありますけど川はたくさんあるんですね、あの広島市は。でその川に行って自分はあの自殺しようと思いましたけれども、その川は死体でいっぱいで、自分がこう入水する場所がなかったという、それほどの被害が出て、彼女は泣く泣く骨を抱えておばあさんのところへ戻っておばあさんに報告したら、おばあさんは気絶して、そして1週間寝たきりになって、それから間もなく、まあ、原爆症もあって、まあ、亡くなったということだったんですね。だからこの原爆ドームの前は平和公園になってますけれど、なってまして、私たちは行きますけれども、そこには昔は家があったという住宅だったんですね。だから平和公園にはたくさんの骨が埋まってるということでも、まあ広島中市内中そうかもしれないけど、とりわけそこはそういうことなんだということをやっぱりあの覚えておきたいと思いますね。これマレーシアから来たあの中華系の家人のテイライさんとその奥さんです。でテイライさんが5歳の時にですね、あの広島の日本軍第5師団歩兵11連隊というのがマレーシアのネグリセンビラン州というところへ来ました。で彼はそこにいました。そしてそこで日本軍によって村人が4500人、あるいは資料によってはもっとですね、あの殺された。で彼の話では、
日本刀とか銃とかで殺されたそうです。で彼はそのもう気絶して、そしてまあ倒れていて、まあそれで生き延びたということでしたけど、家族は全員、親族も全員殺されました。で彼は今ここの後ろのこれね、これが歩兵11連隊のあのお参りするところですね、記念碑のあるところです。でそこへ行ったり、原爆ドームのところに行ったりしたのを、私もあの私だけではないですけど他の方々と一緒に回りました。で彼らは原爆ドームを指して、私たちがやられた結果ですねと指さして言いましたね。とても印象的でした。長崎です。浦上天主堂が爆心地のすぐそばにあって、あのやられました。そこの被爆のマリアです。城代さんという人です。彼女はあの、まあ、被爆 2.4 キロのところで被爆したんですけれども、自分の孫が生まれて間もないのに亡くなってしまったんですね。でそれで自分が被爆してるから自分のせいじゃないかというふうに非常に悩んで、今も悩んでます。悩んで、まあ、その話をしながら涙を流してるんです。深堀悟さんという人ですけど、彼は自分の親族が100人以上原爆で亡くなりました。で彼は、不老児になりました。で大やけどをしました。で大やけどをしたっていうことは、それがあのウジ虫がついたり産んだりなんだりして、ね、腐ってくるわけですね。どの人もみんなそうですけど、それで彼は臭い、うつる、あっちへ行けというふうに言われて、あの不老人になっても本当に空腹飢餓状態だったそうです。で食べなかった、ほとんどのものを食べた、でも食べなかったものは3つだけ、何かって言えば猫、ネズミ、人間、それ以外はみんな食べたと言っていました。まあひどい原爆症になってその後も苦しんだので、まあもう亡くなってるんですけど、この後ろにあるこのこれ欅なんですけど、あじゃないごめん、クスノキだったかな、なんですけれども、ここにあるこの白い骨みたいなのは原爆でやられてあの枯れたところです。でクスノキは芽を出して60年の中で70、まあ、もっと数十年の中でムクムクと大きくなって、このように大きな木になりました。でこれはあの学校のところにある木です。で彼はそこの学校を あの小学生でした。谷口スミテルさんという、まあ、あの有名な方ですけど、この背中を、この背中を見たら記憶してくれと、これは見せ物ではないんだぞと、この背中の周りにどれだけ大勢の死者がいるか知ってくれ、二度と戦争をしないでくれということを繰り返しおっしゃっておられました。これは松尾恵智子さん
ていう人ですが、8キロのところで、被爆して、ここで被爆しました。彼女は5歳でした。で、一緒に遊んでいた子ども女の子はしばらくして白血病で亡くなりました。で、このアモっていうところですけど、たくさんの人が白血病で亡くなりました。で、彼女も、がんを繰り返しています。で、そのように、まあ、明らかに原爆が原因だなと思う、病気になってるんですけれども、ここは実は、彼らのことを、ここのアモもそうですが、彼女たちのことも被爆体験者というふうに言って、被爆者と区別してるんですね。それ9キロという離れたところだからですか？そうです。これがね、とっても不思議なんですね。広島は円形で、東西南北同じなんですけど、長崎の方は旧市街、市内、旧市街地ね、だけが被爆地で、この両隣に西と東に300メートルぐらいの山があるんですよ。300メートルですよ。だから原爆は500メートルのところでパッと2つ目の太陽を表したわけですけれども、しかし300メートルの山があるということだけで、ここは被爆地ではないということになって、被爆者として扱われないから、手当も出ない。で、そうやって、白血病というこの被爆者特有の病気になっても被爆者とは認められずにいると。で、被爆体験者ということだけで、まあ、区別っていうか差別っていうかされてるんですね。まあ、これは本当にひどい話だと思うんですけれど。でね、裁判をしたんですけど、裁判にも負けたんですね。まあ、安倍さん時代ですけど。長崎は4年前の2019年の9月に、大石さんの写真集長崎の傷跡の写真集の出版と、長崎新聞社がちょうど100周年の記念事業で、長崎新聞社の文化ホールで大石さんの写真展が開かれましたね。被爆者をずっと撮り続けられて、被爆者の方ともトークもされて、私もお招きをいただいて、当時の長崎市長と対談をしたことが、つい昨日のような感じがします。そうですね、コロナの直前です。とてもいい、松下市長とそれから長崎市長の、田上さんとの対談はとっても良かったんです。で、要するに武蔵野市のこと、武蔵野っていうか、まあ、この一帯に中島飛行機で最初の空襲を受けたっていうことは日本中の人たちはあまり知らないんですけれども、本当は最初の空襲で、その話をもう本当に分かりやすく松下市長が田上市長にしてくださって、それを、まあ、聴衆の方が聞いてくださって、まあ、広めてくださったって、もとてもいいトークをしていただいて、私もそばで聞いていて嬉しかったです。大井さんの長崎の傷跡の写真集の出版を記念したのと、長崎新聞で写真展ができたことを記念して、私もお声かけていただきましたので、ありがたいなと思っております。ありがとうございました。沖縄です。で、沖縄は日本で唯一の陸上戦になったところですね。で、陸上戦になったので、カンボジアと同じような頭蓋骨があちらこちらに今もあります。で、これは子どもの頭蓋骨ですね。で、子どもが犠牲になる、大人がやった戦争でなんで自分が死ななきゃいけなかったのかと訴えてるような、私は感じを受けました。これは村人が戦争中陸上戦になりましたから、沖縄の人は自然壕、たくさんの自然壕があったんですが、その自然壕に隠れて、そこに、まあ、
隠れてて避難をしたんですけど、そこはまあ軍日本軍もそこにやってきて軍民一体になってしまったんですね、残念なことに。それで犠牲がより大きくなったんですが、この、自然壕を84年に発掘しました。そしてそこから、この、遺品が出てきました。で遺品が出てきたのを出てくるたびに、まあ、自衛隊の方が発掘されたんですけど、出てくるたびに村人がこのようにお祈りして、これでやっと成仏できるでしょう、明るいところに出てこられてよかったねというふうに声をかけていましたね。とても印象的でした。これは佐久本さん、静さんという方ですけど、21年生まれですから、もうだいぶお年の方で、もう撮影も20年15年ぐらい前の撮影ですけれども、この方は実は沖縄っていうのは牛島中将が6月23日に自決したんですね。それで6月23日をもって終戦っていうか軍隊が解散したわけですね。だからこれで一応敗戦っていうことになったんですけれども、この静さんの2人の子供は21日と22日に亡くなったんですね、栄養失調で。壕にこの牛を、この子は轟の壕っていうんですけど、壕に隠れていったんですが、まあ、そこで栄養失調で亡くなって、もうちょっと早くに、終わっていたら私の2人の子供は助かったのにと言って、とてもこの6月が来るととにかく苦しい苦しいと、6月が来ると眠れなくなるというふうにまあおっしゃってました。でこれはまた座間味島というのがあるんですけれども、座間味というところはまあいろんなことがあって、そこでまあ一つのことはこの春子さんの家族全体23人が日本軍の命令によって自決、集団自決をしたという、その生き残りの春子さんと、そしてだからこそ生まれた愛ちゃんというお孫さんなんですけれども、これはすごく複雑で、政治的には日本軍は命令してないと、住民が勝手にやったことだということがまあまかり通っていて、教科書からもそれが削除されたとされるとかされたと聞いてますけれども、彼女は確かに言いました。前の日に、役場にの助役をやっていたお兄さんが帰ってきて、軍の命令で明日どこどこの壕に全員集合して、そこで集団自決をしなければならないと、アメリカ軍がやってきて生きていたとしてもそれはろくなことはない、女はこういう目に遭う、男はこういうことをされるというふうに言われたと。だからもうどうせひどい目に遭うんだったら自分たちで死のうではないかというようなことにの命令が来たから、その話になってみんなが納得して、そしてそのなんとか号っていうところに行ったわけですね。でみんな行ったんですけれども、春子さんは26年生まれですから当時なんか十何歳ですよね。で行こうと思って行ったんですけれども、その号はもう満員で入れなかったそうなんですよ。それで中にいる村人から、春ちゃんた向こうの方へ行って別の号に行きなさい、向こうで自決しなさいっていうふうに言われたそうなんですよね。それで彼女はいやそうかと思って、どこへ行こうかと思ってこううろうろ困ってたら、アメリカ軍の姿が見えて、それで急いで森の中に隠れて生き延びたという、そういう運命の人です。もうあと少し早く行っていたら彼女は言うまでもなくですね。
これはそのアメリカ軍が戦後沖縄を占領しまして、沖縄の大きな土地を奪って、そしてこのフェンスを作りました。これなんでこんな写真をお見せするかというと、このフェンスの左側はアメリカ軍基地、そして右側にもう本当に狭く、道路もないぐらいのところが住民で、本当は中に家があったんですけれども外に建てる、それからそこにもともとそこにあったというような人ばかりがここに住んでるわけです。でこの後ろ姿が写っている人はまださらに向こうの方に自分の家があるので、そっちへ帰るっていう話を私がここで撮影をしてたら聞いて、そして一緒に行ってもいいって聞いて一緒に行って、で、まあ、彼女たちに、まあ、夫婦にいろんな話を聞かせてもらったという写真です。これはアメリカ軍の1フィート運動の中のフィルムの1枚です。 1コマです。これはあの震える少女っていうことで有名ですので、皆さんももしあのネットで見たいと思ったら、震える少女、沖縄震える1フィート震える少女って引けば多分この映像が出てくると思いますけど、本当に震えてます。もうガタ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 と。それでこの写真は私も沖縄の取材を最初にしたのが72年ですので、もうずっと沖縄に通っていますので、この写真はもうよく知っていたんです。知っていましたけれども、この人が生きてるかどうなったかっていうことは知りませんでした。それを知ることができました。この人に会えたわけです。この人でした。末子さんです。でこの時の話をしてくれました。あの時は怖かったと言ってました。まあ、あの場所がどういう場所だったかということも詳しくしてくれました。これは、石の声という題の高校生のイベントです。時間何時まで、そのイベントに高校生がたくさん集まって、小石に番号をつけました。1234、一つの小石に一つの文字だから98ってつけて、また誰かは108とつけたり、誰かは208ってつけたり、どん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 その数字がたくさんになっていくというようなイベントでした。そしてこのイベントを何日もかかってやったわけですけど、最終的に236,095の数字がついたわけです。で、一つの小石に一つの数字ですから、子どもたちは、高校生たちは最初のうちは、なんでこんな数字ばっかり振るの、手がかったるいさとか、もう飽きたさとか言ったりして、まあまあ、みんなで冗談半分にやっていたんですけれど、だん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 この数字が多くなるに従ってシーンとしてきて、で最後の方に なってくると、最後は236,000ですけど、子どもたちは236,095じゃなく6,001という数字も振ったりなんかしてるわけですから、もう本当にこう胸が痛くなってきたと思うんですよね。だからだん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 進み泣きが聞こえてきて、
でこれ終わった時みんなでお祈りしたんですけど、ここでもう泣いてない人はいないっていうぐらいみんな泣いていました。で私はここにいてもちろん一緒に泣いてたんですけど、その涙は何だったかっていうと、ああ子どもたちに伝わったなっていう、そのことですね。子どもたちに命っていうものが数字でなく伝わったっていう、これがもう私の涙でした。で子どもたちもおそらくそういうことだったわけですね。やっぱり数字っていうのは数字で、数字は政治的でもあるので、ポルポット政権による大虐殺は、少ない数字は100万、多い数字は300万っていうふうになったりするわけですね。現実とかけ離れていくんですけれども、やっぱり人の命っていうのはやっぱりそこに一つ一つあるっていうことで、それを沖縄戦において沖縄の子どもたちに何とか伝えたいという、佐喜眞美術館の館長とそれから学校の先生との長い話し合いによってこのイベントが設けられたということでした。私はもうこの写真としては何でもない写真なんですけれど、もうこの時のことをいつもいつも思い出して、暑い最中、6月23日ですね、最後は暑い最中に子どもたちが本当に命の重さを感じてくれたっていうことに、もう胸が熱くなる思いをねいつもしますね。武蔵野です、最初に空爆を受けたのが中島飛行機を目当てにしたこの一帯ですね。でもちろん大勢の犠牲者が出ました。中里崇良さんっていうお寺の方ですけど、彼も小学校2年生の時に、この11月24日の爆撃で、危うくやられそうになったということだったです。でも今でもその時のトラウマっていうのがあって、お墓に入った子がまた出てきて、そしてまたお墓に入っていくっていうような、そういう夢を見たりして、いつもうなされることがあると言っておられました。島津義恵さんって当時12歳ぐらいでしょうかね、日本軍がたくさんお宅に間借りしていました。でそんなこともいろいろとお話しいただいたんですけれども、この島津さんのこの今日のお話しさせていただきたいのは、4月12日にも1トン爆弾が、落とされて、そして大勢 の, その日本軍の日本兵たちも亡くなって、でその人たちを運ばなければいけない、で子供だけれども死体を運ぶっていうのをもう気持ち悪がってなんかいられなかったと。小峰光弘さん8歳でした。で彼はそのグラマンに追いかけられて、米軍のですね、で畑の中一生懸命逃げて、でその時に数メートルのところに弾が落ちて、でお友達と一緒に逃げたんですけど、友達はもちろん助かって、で彼は数メートルのところに落ちたの、2メートルかなんかそこら辺に落ちたので、友達はみんな彼がやられたと思ったし、自分もやられたと思ったっ
と言ってましたけれど、まあ、本当に怖かったということでした。で、手にしているのは2人のお兄さんから戦地から来たはがきです。お兄さんは、兵隊になりました。そしてあの戦死、2人とも戦死したんですけれど、でお父さんが、ペンキ屋さんをやっています。で彼は、小峰さんは、まあ、末っ子 であの将来生物学者になりたかったわけです。でところがあの2人のお兄さんが亡くなってしまったので、生物学者になることができなくて、あのペンキ屋さんを継いだと。でも、素人の中で雲博士としてあの有名で、おそらく皆さんもご存知の方もいらっしゃるかもしれないですね。秋山正文さんっていう方で、10歳でした。で彼もその爆撃が、空襲警報が鳴って何度も何度も爆撃はされているので、11月24日だけではないんですね。それが最初っていうだけで、あの時はもう90機ぐらいの B29 が来たんですけれども、その後も何度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 もやられていて、その中のどれだったかは聞きませんでしたけれども、あの正文さんも秋山さんもあの空襲警報が鳴ったので、急いで手掘りの、庭の小さなあの防空壕に隠れたら、ドカーンとやられて、そしてその時ちょうどお昼になっていたの、お昼になっていたのでお弁当を食べようと思って、日の丸弁当を開けて食べようと思ってたところにドカーンとやられたので、お弁当が泥だらけになって食べられなくなったっていうことを言っていまして、いかにも子どもの記憶としてはあの素晴らしいなと、素晴らしいっていうか臨場感あるなというふうにも思ったんですけど、まあ、そういう方ですね。で高橋光子さんっていいます。で高橋さんは愛媛県で、実はあの 学徒動員であの半年間風船爆弾というのを作らされていました。風船爆弾というのは日本で、9300個ほど作ったそうですけど、全国でそのうちどこ、それをどのように使ったかっていうと、太平洋のをの気流に乗せてアメリカに飛ばすという、これが風船爆弾なんですね。でその爆弾を、実際に飛ばしたのは50個ぐらいだったらしいんですけれど、彼女は、それを作らされた学校で、で、直径10メートルが1個分ですね。で和紙で4000枚貼り合わせて、このはこんにゃくのの糊でそれで作ったそうです、という風船爆弾を作ったんですね。で、この風船爆弾の話はとてもあの知る人ぞ知るですけど、実は一個だけオレゴン州に飛んでって、そしてキャンプに来た男の子が死んだんですね、その爆弾にやられて。だから日本がアメリカ、まあ、ハワイを除いてアメリカ大陸で、殺傷したのはその男の子一人っていう、その風船爆弾ですね。まあ、それを作らされていた高橋光子さん、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、彼女は、作家です。で僕は風船爆弾という本などを書いたりしてますね。それから家族の肖像とかですね、そういうのも書いてらっしゃいます。水野、清子さんで、この水野さんは広島で被爆してます。で広島でなぜ被爆したかっていうと、お父さんが広島大学に転勤になったから、東京から転勤になって、そこで何をしてたかというと、風船爆弾の中に入れるネズミの研究をしてたわけです。でなんかもうびっくりしますね。でその2000匹
お父さんはそれを研究してたそうなんですけれども、まあ、その原爆によって2000匹の風船ネズミは死んでしまったし、風船爆弾の中に1匹のネズミも入ることはなかったらしいです。結果的に入らなかったということですね。柴田文野さん、彼女も、広島の被爆者です。で、被爆は 4.8 キロと少し距離があったんですけど、被爆したその8月6日の8時15分はそのところだったんですけれども、自宅がもっと近かったわけですね。そこで彼女は、実はもう1年間も生理がなくて、そして結婚はしたものの流産ばかりで子供が生まれなかったという、まあ、これは原爆のせいだと思うというふうに、まあ、おっしゃっておられました。私もお話を聞きながらそうだろうなと思ったですね。たくさんのお話がありますけど、まあ、清川菊代さんという方で広島で原爆にあって 2.3 キロのところです。で、玄関でお兄さんと遊んでいた時に原爆でピカッとなったそうです。で、まあ、いろんな記憶があるけれども、一番怖かったのは逃げた川で、川に死体がたくさんの死体が浮いていて、そしてその死体が満ち潮と引き潮によってゆら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 行ったり来たりしているのがもうとても怖くて、今でも忘れられないというふうにおっしゃってました。で、彼女は東京芸術大学に入って東京にいらしたんですけど、そこで、まあ、芸術大学で勉強されたんですが、広島って学友が知ったら、え、広島そりゃ映るって言われて、汚いとか映るとかそういうふうに言われて、彼女はとても苦しんで、そしてもう学校を辞めることになったということでしたけれども、まあ、学校は、まあ、おことの専門の学科だったそうですけれども、まあ、今でもおことをずっと続けていらっしゃいますね。高橋福子さんって、広島で原爆に12歳の時です。で、8月6日は学友はみんな、その駆り出されて、建物疎開で、表にいたわけですけれども、彼女だけがちょっと忘れ物をして、実は国語の辞書を忘れたんじゃなく、建物荷物疎開のために田舎の方に荷物を送った中に、国語の辞書も入れてしまった、国語だったか英語だったかの辞書も入れてしまったので、それを前の日に取りに行かなければいけなくて取りに行った。しかしその、帰る、バスに間に合わなくて、その日一日、泊まった。そのために8月6日の8時15分には彼女は広島市内にはいなかったわけですね。そのために助かったという高橋福子さんです。でも、もちろんすぐ帰ってきたわけですから、いろんな体調とかいろんな記憶は残っているということです。ごめんなさい。藤本武さんで、長崎で被爆なさった方です。武蔵野市に住んでる方で、長崎で被爆された方はあまり多くないんですね。で、彼は、被爆しながらも、甲子園まで行ったという、野球の選手で、その武蔵野市でも、素人野球のコーチなどされておられます。
今でも、今はどうか分かりませんけど、されておられます。梅岡勲さんという方で、広島です。で、広島で3.6 キロのところで学校は壊れたり、学校にいたんですけど壊れたりしたんですが、あまりにもすごいピカッという光、それからドーンという音、これでもうなんかショックが大きくて、なんかその後のことなどもほとんど覚えてないというぐらい、そのピカッという光にショックを受けたということで、で広島から音楽が好きで、武蔵野音大に進まれてバイオリンを勉強されて、ずっとバイオリニストでいらっしゃいます。大月珠恵さんという方です。広島の被爆者ですね。2.3 キロのところで被爆されました。で自宅の近くの防空壕で、一緒に男の子と遊んでいて、それで、だけれども彼女は防空壕の中に入れたんでしょうね。男の子はどうなったのかわからないけれども、なんか大やけどをしてしまったということでした。でも彼女自身は防空壕に入ったおかげか、その後、原爆症にかかることもなく、そのまま元気で、過ごしていらっしゃいます。ということで、写真はここまでなんですね。はい、はい、ありがとうございます。大石芳乃さんが50年半世紀にわたって撮り続けてこられたカンボジアから、そして、現在直近の武蔵野の戦争の被害に遭われた人々のお写真まで、写真とともにご紹介をいただきました。もっともっとお話を伺いたいところではございますが、ここからは会場にお越しの皆様の質疑応答を通じて、また大石さんにお話お答えをいただきたいと思います。それではお手を挙げていただきますか。ではまず最初に、はい、緑の方お願いいたします。今日見せていただいたもので、当然ながら戦争のもう何とも言いようのない不条理さとか愚かしさはよくわかるんですが、松下師匠のこのチラシに書いてある言葉にもあるんですけれども、はい、戦争にしないためにはどうしたらよいかと、要するに未来に向けて何を考えたらいいのかが一番重要だと思うんですね。ですから先生がこれだけの年月をかけて、戦争と向き合ってこられたわけですけれども、なぜ戦争が起きるのか、ちらっと戦争は簡単に起きるとおっしゃいましたけれども、なぜ戦争は起きるとお考えなのか、そしてどうしたらそれを防げるとお考えなのか、それをぜひお伺いしたいです。起こる前に防げれば一番いいんですけれども、やっぱり無関心が人々のですね、無関心が戦争を起こす結果になっていくんじゃないかというふうに思います。ただ例えばベトナム戦争みたいに、アメリカが太平洋を渡って東北から共産主義は敵だということでやってきたりするような、そういう戦争はちょっとなかなか防ぎようもないかもしれませんけれども、一般的に言う例えば日本の戦争とか、今回のロシアウクライナの戦争とか、いろんな戦争がありますけれども、戦争はやっぱり日本だって胸に手を当てて過去を考えてみれば、みんなが意識をきちんと持っていれば満州の戦争も起こらなかったはずで、満州で戦争をしなければ太平洋戦争にはならなかったはずなんですけど、みんな浮かれちゃって、なんだか、その日暮らしで楽しい楽しいをしているうちに戦争になっていったというふうに、抽象的ですけどそう思いますね。だから結局私が言いたいのは、一人一人が意識を持って緊張感を持って、なんかちょっとおかしいなと思ったらすぐに声を上げるっていうことではないかと思うんですね。で今じゃあすごく平和です、日本は平和です。で隣の国ロシアですけど、ロシアは西の方では戦争してますけど、
東の方には来てませんから、隣の国でありながら日本は今平和です。でもいつまで続くか分かりません。で、私たちがいつまでも大丈夫だと思っているその安心感が戦争を起こすと思うんですね。なぜなら今こう政治はその政治家がきちんとやってくれてるんでしょうけれど、しかしちょっと心配ですよね。沖縄はどうなってるんでしょうかね。私が行った沖縄の本当に穏やかな、今出てこなかったですけれども島々の先島諸島の方などは今なんだか非常に住民が不安を抱えてますね。あのようなことが起こってる、それは防衛しなきゃいけないんだから仕方がないんだという声にやられてしまっている。で、本当にそうなのかどうかっていうことをその沖縄の問題だけにしないで、沖縄の人たちだけに任せないで、私たちもみんなでそれは意識を持つっていうことが大事だと思うんですよね。で、意識を持ってなんか戦争反対っていうとなんだか政治色があるっていうふうに言われたり、特殊な政党になんか感化されてるんじゃないかと言われたりすることありますけど、しかしそんなことにめげないで私が言いたいのはそれにすぐめげるんですけど、めげないでやっぱり意識をきちっと持ってそのなんか声を上げるっていうことが大事だと思うんですよね。その政治家に任せておいて安泰ならいいんですけど、今政治家に任せっきりで国会に政府に任せっきりで大丈夫なんだろうかっていう不安を私たちは持ち始めてしまったと、ウクライナ以降そういう状態なので、具体的にどうしたらいいっていうのは分からないけど、やっぱり一人一人が意識を持たなかったらぼーっとしてたらダメですよね。だから新聞でも声の欄にガンガン出すとかですね、それからテレビはなんかチャカチャカしたのとかほんわかしたのが多いですけれども、そういう中でもやっぱりゲストの人はバッとなんか言ってもらう言ってもらうとかですね、なんかふわふわしててもその中でピッと何か言ってもらうような状況をみんなが作っていくような、こうそれこそ日本人が大好きな風を読むような空気を読むようなね、そういう空気を作っていくっていうのが大事じゃないかなって私はずっと思うんですけれどもね。で、私がなぜこの写真を撮ってるかというと、戦争が一度起こったらその人が死ぬまで、あるいは死んでも子供や孫も一生、その人が一生が終わるまでずっと戦争が続くっていうことなんですよね。だから戦争はずっと続いてしまうから戦争をしてはいけないという、このことをみんなが肝に銘じて、だから戦争っていうのは政治の暴力ですから、その政治で暴力をわーってやる前に政治でちょっとこの手を差し伸べて握手するとか会話をするとか対話をするとか、そういうふうな外交って言いますけど、そういうように持ってってもらう空気を日本中が作っていくっていうことが、風を吹かせていくっていうことが私たち一人一人にできることは少ないけど、その風の一つになるっていうことは大事じゃないかなと思うんですね、はい、一人一人がおかしいと思ったら声を上げる、無関心や無知がダメだよってことがお答えですかね。今日の東京新聞の最後のページに吉永小百合さんと青山京子さんの姫入りの ごめんなさい、香川京子さんですかちょっと勘違いしました。その2人のあれがお話が載ってて、非常に印象になった言葉が監督からこういう映画に出演する以上はその自分の出演者のいきさつとかその背景を全部勉強してから演じなさいと、
その言葉にすごいインパクトを感じて、ああ俳優もさることながらそういう人が演じてるものを見て感じる私たち、だから写真もそうですね、言葉よりも感じもう何とも言えない言葉よりも感じることが多かったんですけど、あ私たちは経験してないことでそんだけ感じるのに、ポルポト政権の骸骨の山を見た子どもたちはどのように育っていってるんだろうかなっていうものを質問します、はい、質問、そうですね、はい、それはその人によって違うわけですけれども、私が言える立場にはないですかね。あの子たちはそのためにはカンボジアのことをいろいろと説明しないといけないんですね。どうしよう、非常にトラウマを抱えてます、一言で言えば、でそういう状況、例えば死体がいっぱいあると死体にもう慣れてしまうんですね。で私が取材をさせていただいた方たちもたくさんの死体がもうなんかそれを踏んだりなんかもしたって、実今話すとおかしいけどって言ったりもしますけれど、日本の人もですね。だからそこにいるとその状況に慣れてしまうという人間のなんかある意味の強さっていうのがあるかもしれないんですけれども、問題はそれから何十年も経ってからそれがこう記憶の中でその人を蝕んでいくっていうことだと思うんですよね。だからこの見た子どもたちもさることながら、この頭蓋骨にされてしまった家族たち、残された遺族たちって言いましょうかね、その人たちの悲しみっていうのはもう本当に何度話聞いても胸が詰まるんですね。やっぱり何かがあるとそれは残ってしまう。そうだからそういうことを犯さないでほしいと思っているんですね。なんかこういわゆるこう説答えになってないんですけれど難しいです。ぜひ今日お写真を見て最初におっしゃられた感じ、いろんなこと感じられたっておっしゃっていただいたので、その感じられたものをまた周りにも伝えたり広げていただければなと思います。考えて、はい、ありがとうございます。この男性の方、はい、後ろの。平和を願うことっていうのは政治思想とは全く別のことだと思うんですけれども、それでも大石さんがこの活動をやってらっしゃるのをこう邪魔されるといいますか、圧力を受けるようなことっていうのが最近でも終わりになるんでしょうか。それからさっきちょっとこうほのめかしてらっしゃいましたけれども、こういう活動をしていてもなかなか通じないなという虚しい思いみたいなものは感じていらっしゃることはあるんでしょうか。通じない、まあ通じない、ここにいる方たちには通じてるかもしれないですけれども、やっぱり通じないもどかしさっていうのはもうこれは、まあ、通じてたらこういう世の中にはなってないですね。だからこの写真を誰に一番見せたいですかって言われたら、岸田首相に見せたいですってそういうふうに私は思って、分かってる人でなく分からない人に見せたい。でそのなんていうか意識を広げていきたいっていうふうに思いますね。そのために、まあ、私の、この仕事はあるかなと思ってるんですけど。何か活動をしているときに平和を願う活動なのに党派性があるんじゃないかとか、そういうことを最初におっしゃったことですね、そういうのがありましたかっていうことですか。それはもう人を様々でね、ありますよ
もう本当にいやもうそれを言い出したらちょっとちょっとね良くないですね。ただ大事なことはまあそう過去にはそういうことたくさんありましたけれども大事なのはそういうことに惑わされないでそのいや統派制があったっていいんですよね。別にその日本はだって統派制の国で地下運動地下活動じゃないわけですから自民党から共産党まで全部表の党ですから何だっていいんです。だからそこにこう惑わされるっていうのもまた変な話で要は何か私たちが安心して暮らしていけるそれから人権を守ってもらえるっていうことじゃないですかね。だからそのためにこう戦争っていうのは一番人権を阻害されることで命を命がさっき の石の声じゃないですけど石のようになってしまうっていうのが戦争ですよね。私が最初にソ連っていうところに行った時にこうスローガンが車道に大きくかかってたんですね。でロシア語で書いてあったのでそれはモスクワでしたけどなんて書いてあるのって通訳の人に聞いたら人間はネジではないって書いてあるって。それはちょうどゴルバチョフの時ですね。私は何のためにソ連に行ったかっていうとゴルバチョフが大統領になるっていうニュースを聞いてあの国に大統領制ができるのってびっくりしてそれでこれはゴルバチョフが大統領になる瞬間を撮りたいと思って行ったんですね。もちろん撮れました。でその時にそのなんていうかスローガンを見てそういう人間はネジではないというということはネジとして扱われてきたということですよね。で私はそれ以降日本に帰ってきてもいつでも今でもですね私たちはネジじゃないのよってよく言うんですけれど数字単なる数字でもないですね。本当に数字でもない数字でも数字で先生の大石吉野さんの写真を見せていただいて私実は富山まで見に行ったんです。福岡カメラ館にありがとうございます。実物見せていただいてもうあの前でねあの写真をどういう気持ちで撮ったのかなってことを私はねもう一つ考えたんですね。で写真の持つ影響の大きさっていうのはね本当に文章言葉もそうですけれども映像の大きさっていうのは本当にね何にも勝るものじゃないかと思うんですね。そしてまた大石先生吉野さん のコメントが非常に冷静な先ほどのお話でもそうですけれどもこの方はこういうことでっていうのがね非常にその冷静なコメントがよりその圧倒される写真とともにね絡み合ってあの場所は私は本当に戦争反対の今危ない状態ですからね沖縄とか台湾の方があそこの場所がね今聖地であると思うんです。だからあそこ の映像をぜひ皆さんにね見ていただきたくて私はちょっと一言言わせていただきました。それから映像のね特に私今伺っててだんだんと写真を見せていただいてその時 のお話を伺っているとなんか胃がおかしくなってくるんですね。なんか胃が痛くなっちゃうというかしらこう気持ちが重く恐怖が不安も手伝ってきてで写真を撮る時に大石吉野さんはどんなお気持ちでうろたえた時はなかったのかなとかねどうしてもカメラのシャッターが切れる映像が場面がなかったのかねそちらの方大石先生のその精神状態がどうだったのかなってことをね私はちょっと
伺いたいなって、でもすごくとても冷静でいらっしゃるからそういうことはなかったかもしれませんけども、もしそういう場面があったとしたらね、冷静でいられない場面があったと思うんです、はい、ちょっとお話を聞かせていただきたいなと思います。はい、ありがとうございます。写真を撮った時のお気持ちを。ありがとうございます。富山まで、富山の高岡ですからもう遠いんですよねありがとうございました。そう、嬉しいです。180点飾ってますから、それを見てくださったというのは大変なエネルギーを持ってらっしゃるかなありがたいです。そう、ご質問に、そうですね、そう、いろんな人によって、その相手によってそれぞれ違うんですけれども、やっぱり一言で言えば、そのいろんな人がいます。楽しい人もいれば、本当につらくて心がもう、壊れそうになっている人もいるし、いろんな人がいるんですけれど、とりわけ壊れそうになっているような人の場合は、もうできるだけその人 の心に近づきたいと努力します。でももちろん近づけないんですけど、まあ、努力します。で、その人の話してくれたこと、そしてその人を取り巻く家族とか家とか環境ですね、社会とか国とか、そういう取り巻くものを、よくよく考えながら、その人の今そこで、私のレンズの前に向かにいるその人をどうしたら、この例えば、写真を見る日本の人たちに伝えることができるだろうかっていうことはいつも悩むことです。で、簡単にシャッターを切ってパチッと撮って撮れることももちろんなくはないですけれども、そういうのはもう本当にめったになくて、大体が今お話したような感じで、こちらもなんか苦しくなるんですけれど、ただ私は自分に聞かせてるのは、私は、お前は、お前、私は、お前は苦しくなんかないんだぞと、あの子の方がよっぽど苦しいんだぞと、なんでお前が苦しまなきゃいけないんだって私は自分に言い聞かせるんですね。だから、その子あるいはその人を十分に取り切れない、窓ろっこしさっていうのはいつもあるんですけれど、私は本当に私の感じているその人を取れただろうかって、これはいつもいつも、ああ取れなかったなと思ったりして、そう、例えば外国の場合だったら行ってすぐにもうちょっと言い直したいって思ったりするようなことだってありますね。本当になかなかその人を取ることができないんですよね。できないんですけど、まあ、なんとか近づきたいと思ってシャッターを切るっていうことにの答えでしょうかね。もう本当に富山まで行っていただいて、そんなご質問までくださって本当にありがたいばっかりです。私の心のレンズ、大石芳乃さんの著書の中には、大石さんは人間とは何なのか、戦火をくぐり抜け生き延びた人たちの瞳の奥から、言葉から、人間とはという問いを突きつけられると書かれていらっしゃいます。ぜひお求め皆様いただいて、大石さんがレンズを向けている時の気持ちなども、この本にもさまざまその場面場面書いてくださっていますので、ご覧をいただければなと思います。また今ご紹介いただきました質問者の方から、富山県の高岡市では8月の20日まで
戦世を超えてと題した大石良の写真展を開催されていらっしゃいます。8月20日までです。8月19日にはギャラリートークも開催されます。ミュゼ福岡カメラ館です。これ6月から開催されていらっしゃいますね。ぜひお時間ございましたら、ちょっと距離はございますが足をお運びいただければなと思います。ありがとうございます。それではまだまだですね、皆様から直接お話を伺ってご質問いただいて大石さんにお答えいただきたいところではございますが、あ、最後大石さん何かございますか一言。いえ、もう本当に熱心に聞いていただいて、写真を見てくださって、質問もしてくださって、本当にありがとうございました。嬉しい限りです。これからも皆さんとつながっていけたらいいなと思っています。よろしくお願いします。ありがとうございます。それではまだまだ残念ながら閉会の時間がちょっと過ぎるぐらいとなってしまいました。